そして移植を。あら、すごいっすねこれ。長野県の南の方に、はい、南に飯田市があるんですけど、はい、あ、飯田、はい、はい、その飯田市の少し北に、はい、松川町っていう土地があるんですけど、はい、そこの松川町でギター作ってらっしゃいます。ほう、ESP のクラフトで先生してた方なんです。あ、そうなんですか。はい、でご実家に戻っていらっしゃって、はい、自分の工房を立ち上げて、はい、一人でやってらっしゃるんですけど、ほうほうほう。このギターは、はい、ボーズのオギファクトリーさんのオリジナルシェイプで、はい、でボディがアルダー、ボディがアルダー、はい、でアルダーを黒で潰してあるんですね、はい、でネックがメイプル、メイプルネック、はい、はい、ダンカンなんですね、ピックアップ。そうなんですよ、セーマーダンカン乗っけるんですよ。カスタム5です。カスタム5っていうのはあるんですか。はい、SH10A と結構パワーあるやつです。ああ、めっちゃいいっす。これいいっすよね。はい。はあ、めちゃめちゃいいっすね。ただこちらも、はい、あの一人でやってらっしゃるので全然量は作れない。はい、ああ、鈴鹿さん的な。鈴鹿さん的な。鈴鹿さんにも作れないかもしれない。ああ。リペアも。てらっしゃるので、結構リペアが多いみたいで。はあ、そうなんですか。これ歪ませたら面白そうですね。これ歪ませるといいっす、いい感じっすよ。
あれカスタム5って結構歪むはピックアップなんですか。あ、そうです。あ、そうです。すごいですね。いいですね。ロックですね。いいですね、ロックにね。はあ、面白い。これは面白い。バリバリロックでいける感じですね。これがこの個体は27万9000円。ああ、結構リーズナブルで。ただ次から作ってもらってってなると、はい、33、4とかそこら辺になっちゃいますかね。今原材料上がってますからね。はい、原材料上がってますんで、今のうち。しかもあんま作れないから。そうなんです、そうなんです。お願いしても作れないのでね。あったらラッキーって感じですね。ですね、うん、はい、ありがとうございました。ます、めちゃめちゃいいギターでした。そうだ、はい、よっ、これを取っちゃう。はい、お願いします。リンゴ農家なんですよね。あ、そうなんですか、はい、え、リンゴの木とか使ってるんですか。リンゴの木買ってる個体もあります。あ、あるんですか、やっぱり、はい、これは使ってないんですけど、はい、リンゴの木使ってる個体もあります。ああ。あ、それでご実家で。そうです、そうです。あ、収穫とかの時は作業が遅れちゃったりとか。そうです、そうです。ね、大変ですもんね、あの農家は。